今日は声優ちゃんと小さいマスパルコにやってきた。焼酎の匂いだけじゃなくて、こういうおしゃれな匂いも嗅ぐねんで。あ、マスクしとったわ。じゃあ今日は2人で行きます。今日もご自宅で飲んでる方も一緒に飲みましょう。お疲れ様です。乾杯。お湯みたいみたいな。
ったかな。やっぱ白が好きやわ。女性一人でも入りやすいお店となっておりますので、ぜひ皆様